どこか遠い知らない場所で僕は彼女を探していた。僕が彼女を探しているのは彼女が僕を探しているからだ。彼女の匂い、重い鉄の扉、その向こうに。長い間ありがとうね。ごめんね、先に出ていくなんて。私からルームシェア誘ったのに。いいってば、私もそれで助かったんだし。1年半かなんかあっという間だったね。お、ダル起きたの。なになに、さよならしてくれるのダル。ありゃ結局私には懐かなかったな。うん、もう行かなきゃ。彼氏さんによろしくね。うん、頑張ってね。ともかも、あんたも長生きしてよ。もうおじいちゃんなんだから。じゃあね。大好きな彼女、僕は彼女の猫だ。夏の一番暑い日。行っちゃったね。新しい部屋も探さなきゃね。一緒に暮らしていた彼女の友達が出て行った。僕と彼女の暮らしが始まる。彼女は毎朝いつもきちんと決まった時間に起きてご飯を用意してくれる。いつものごちそう。いつも優しい彼女。毛並みをきちんと整えた彼女は誰よりも綺麗で、背筋を伸ばし彼女は朝の光の中へと歩き出す。行ってくるね。もしもし、お母さんだけど。分かってるって。だからしょうがないでしょ、どこも厳しいんだし。帰
らない。ルームシェアだって言ってたのに、今さら一人暮らしするなんて約束が違うじゃないの。卒業までもうすぐなんだし。ごめん、あとお風呂空いたから。御社を志望した理由としましては、小さい頃から本が好きで、特に絵本の仕事に憧れており、私は小さい頃から動物が好きで、小さい頃から家が好きで、不動産の仕事に憧れてないよね。彼女の抱えた痛みが僕の体に伝わる。彼女の痛みを僕はどうすることもできない。次の日、彼女はいつもと同じように綺麗で優しく、おはよう、ダル。僕の大好きな微笑みを浮かべていた。彼女は今日も背筋をピンと伸ばし、重い扉を開ける。扉の向こうの不完全で少し残酷な世界、そんな世界を精一杯好きになろうとしている彼女。僕はそんな彼女がとても好きだ。僕に彼女の言葉はわからない。でもこんな時、僕たちはきっと同じことを考えている。誰がうちに来た時のことを思い出すね。僕が彼女と出会ったのはものすごい夕焼けの日だった。すっごい雨の日だったよね。電気もつけずに。何それ。ほら、猫かわいいでしょう。あなたの猫ちゃん。こうして僕は彼女の猫になった。ちょっと待って。ああ、もうダル、こぼしちゃダメよ。知ってる？黒猫って不吉なんだって。はっ、もうこんな時間。お母さん、髪。明日ね、時間ないから。行きたくないな、学校。転校したばっかりなんだから、頑張って行かないと置いてかれちゃうよ。わかってる。彼女は若く、毛並みも美しい。それなのに、心に大きな隙間を抱えている。どうすれば彼女の隙間を埋められるのか、僕にはわからない。行ってきます。お父さんにもらったやつ。
よかった。少しは元気になったみたいだ。さあ、今週のお店はどんなところなんでしょうか。いい匂いがしてきましたね。あなたも抱っこする？いい。もう寝る。ずっと家に一人じゃ寂しいと思ったんだけどね、ダル。私んち来る人、この指とーまれ。行く行く。私も。私一人でいいもん。お前もそうでしょ。外の空気は気持ちがいい。綺麗だ。彼女はこれを僕に見せたかったんだ。やっぱり外がいいんだ。じゃあね。バカおめえよ。せーの、殴んなよ。なんだれ、なんか置いてあんぞ。かわいい。そう？うん、かわいい。ねえ、撫でていい？うん。黒くて綺麗。そうかな。そうだよ、気持ちいい。でしょ、隣のクラスの。うん、私トモカっていうの。ねえ、今度遊びに行ってもいい？え、ダメ？ううん、ダメじゃない。よかった。ごめんね、ダル。それとさ、僕に彼女の言葉はわからない。でも彼女の考えていることはよくわかる。お腹空いたね。ありがとう。お腹空いたね。僕は僕の時間を生きていて、彼女は彼女の時間を生きている。だから二つの時間が交差するこの瞬間が僕には何より大切なんだ。うん、誰も元気だよ。もうだいぶおじいちゃんだけど、私はバイト見つけてもう一年頑張ろうかなって。おや、全然話してない。え、友果のとこに電話あったの？母さんから？ごめんね、変なこと言ってたでしょ。影が長くなった。僕の毛皮が役立つ季節だ。僕は前よりも長く深く眠るようになっていた。僕が彼女の猫になる前、どこでどうしていたかは覚えていない。ただ母のことは覚えている。優しく温かく、僕が望むすべてを与えてくれた母。小さく弱かった僕を世界につなぎ止めてくれていた。そんな母も兄弟もいなくなってしまった。何があったのか僕はもう覚えていない。僕らは何もかも覚えておくことはできない。覚えておくのは本当に大切なことだけだ。遠くのものは小さくぼんやりと、近くのものははっきり見える。思い出も同じだ。昔のことはぼんやり、さっきのことははっきり覚えているはずだった。近頃はなんだか遠い昔のことをついさっきのことのように思い出してしまう。体がうまく動かない。
僕はもう十分に長く生きた。あの時の母はいくつだったんだろう。母が生きていたら何か伝えたいことがあったのだろうか。彼女の母のように。私家を出る。一人暮らしする。いけません。どうして？うちから通える学校だってあるじゃない。一人暮らしなんてお金もかかるし。母さんも旦那さんと一緒に暮らせばちょうどいいじゃない。社会に出るまではうちにいて、それまでは再婚する気はないから。母さんは幸せになってよ。あなたの幸せがお母さんの幸せなの。私のため、私のためって押し付けじゃない。あなただって本当は反対なんでしょう、お母さんの再婚。違うってば。なんでこうなっちゃうんだろう。私を手放さなきゃお母さん幸せになれないよ。でも私だってずっとお母さんと誰と。彼女は帰りが遅くなった。そうなったのはつい最近のような気もするし、ずっと前からのような気もする。暖かい暗闇の中、彼女の匂いに包まれて僕は彼女を待ち続ける。ただいま。彼女はいつも疲れ果てて帰ってくる。遠くの知らない街の匂いが広がる。そういえばここも初めは知らない匂いがしていた。じゃあ行ってきます。ダルちゃんまで連れてくなんて。私の猫だから。いつでも戻っておいでよ。戻らないって。母さんこそさっさと嫁に行きなよ。口ばっかり一人前で。ともかちゃんに迷惑かけないようにね。うん。戸締まりは気をつけるのよ、女の子二人なんだし。わかってるって。この子のことよろしくね、ダルちゃん。ダルちゃん、よろしくね。これから始まるんだね。そうだよ、私たちの新生活。元気？たまには帰ってきなさい、近いんだから。今日も心配だねって話になって。披露宴無理なのかな、残念。あ、じゃあさ、二次会別の日にするから出れる日教えて。ともか、ごめん、今私ダメなんだ。なんで私先に進めないんだろう。もっと大人ならもっと強ければいいのに。助けて。彼女の痛みと苦しみが僕の心臓をわしづかみにした。僕は知っている、彼女が誰よりも頑張っていることを。僕は彼女の力になりたい。それなのに僕はもう彼女に手が届かない。明るい時間は短くなり、凍てつく寒さが世界を覆っていた。傷ついた彼女はまるで大きな猫のように眠り続けている。はい、もしもし。みゆ、どうしてるの？心配してたんだから。もしもし、みゆ？どうしたの？大丈夫？みゆ？みゆ！みゆ？警察？本当？母さん？だからお母さん、何かあったに違いないって思っちゃってさ。
何かって？それは何かよ。携帯も繋がらないし。それは、よしよし、もうおじいちゃんだからね。きちんと片付けなさい、ダルちゃんがいるんだから。片付けが苦手な人に言われたくない。旦那さんも大変よね。お父さんって呼んであげてよ。今さらでしょ。感動して泣いちゃうかも。でも何だったのかしらね。きっとダルだよ。またダルちゃんのせいにして。あそこに飛び乗って短縮をしちゃったとか。それでうちに偶然ね。そっか、ダルちゃん私に会いたかったか。あら、そうでもないって。あの頃と同じ笑い。ありがとう、心配してくれて。いいのよ。じゃあ安心したし、帰るね。二人はもう大丈夫だ。私も今度戻るから。ダル、寝ちゃったの？ダル。僕は彼女の匂いに包まれながら、これまでで一番の眠りについた。深く長い安らかで幸せな眠り。僕はこの音に強い憧れを持っていた。規則正しく力強い音。世界を動かす心臓が世界の隅々まで力を巡らせる音だ。僕と彼女の暮らしていた部屋、もう僕の時間は彼女と交わらなくなってしまったけど、世界は動き、僕らは巡り続ける。僕は彼女を探していた。長い長い旅の果てに、きっとまた出会うことを願いながら。僕の一生は幸せで満ちていた。だけど少しだけ心配なんだ。君は決して強い人ではないから。だからこれは僕ができる最後の約束。ゆっくりドア閉めるのって突っ込まれて、あ、ダルがいた時の癖だって。あの子狭いとこ入るの好きだったもんね。うん、そういう時はちょっとしんみりしちゃうけど。でも元気になってよかった。本当に心配だったんだから。ありがとう。くよくよしてたらダルが心配しちゃうからね。もう1年だもんね。あ、そうだ、就職祝いしなきゃ。のびのびになってたし。うん、ありがとう、ともか。季節は春の初めで、その日は雨だった。柔らかな雨のカーテンの下で、僕は決して思い出せない長い旅のことを考えていた。長い長い旅の果てに僕はここにたどり着いた。いろんなことを忘れてしまったけれど、かすかに覚えていることがある。
彼女の匂い。地軸が音もなくひっそりと回転して、彼女と僕の体温は世界の中で静かに熱を失い続けていた。僕らの熱が、吐く息が星を巡るように、僕も彼女も星を巡り、もう一度出会うためにここにやってきた。行こうか、一緒に。その日、僕は彼女に拾われた。だから僕は彼女の猫だ。次の朝